アウグストゥフは、ポーランド北東部に位置する町。リトアニア5名はアウグスタバスで、1995年時点の人口は29,600人である。ネッタ川とアウグストゥフ運河に面し、かつてはスバウキ県に属したが1999年の行政区分再編でポドラシェ県に組み込まれた。アウグストゥフ郡とアウグストゥフ地区の中心都市である。 1496年に初めて歴史上に登場し、1557年にジグムント2世から都市圏を賜った。かつてはリトアニア大公国に属したが、1569年のルブリン合同でポーランド王国の一部となり、町の墓地は大公国領に移された。1656年にタタール人から襲撃を受け、17世紀後半には、 伝染病に悩まされた。1795年にプロイセンに併合されたが、1807年にはワルシャワ公国領となり、1815年のウィーン会議でポーランド立憲王国に組み込まれた。1842年に軍都となり、1899年には鉄道が敷かれた。第一次世界大戦では1914年にロシア軍の元に陥落し、 その余波を受けて勃発したポーランドリトアニア戦争でも1920年に戦場となった。1939年から1941年にかけてはソ連軍の下で多くの住民がカザフスタンに送られたが、その一部は6年後に帰還できた。第二次世界大戦では1944年のナチス退却までに市外の7割が壊滅し、 住民の大多数が死亡もしくは、疎開、数千人のユダヤ人も豪に囲われたゲットに収容され、退却までにそのほとんどが抹殺された。1945年にはソ連がポーランド国内軍の反共部隊相当作戦を展開した。1970年に保養地になり、1973年には周囲の村々と合併した。2007年、 EU 域内で最も広大な原生湿地帯であるロスプダ渓谷の湿地を通るビア・バルティツァバイパスの建設をめぐって大論争が起こった。欧州委員会が即時差し止めを下し、工事は中止された。1911年観光のブリタニカ百科事典第11班ではアウグストボと表記されている。それによるトビスワ川とネマン川とをつなぐ長さ6 5トルの 運河沿いに位置し、1557年に、ジグムント2世アウグスティスによって築かれ、彼の名にちなみ命名された。人々はとても紳士的で、広大な市場では、家畜や馬が取引され、甘製品や、ハッカバッグが作られている。1897年の人口は12,746人であった。観光地としてはメジャーでないが、多くの見どころがある。 プロイセン王国のエルブロンク運河に対抗して、ポーランド立憲王国が建設した、長大なアウグストフ運河があり、複数の湖を経由してビスワ川とネマン川の間の水運を可能にしている。今では、運河や運河がつなぐ湖でヨットなどの船遊びができ、周囲の美しい景観が楽しめる。オフィツェルスキーヨットクラブは1930年代に設立されたヨットクラブで、 リゾート地への変貌の原動力となった。また、ボートツアーも人気がある。旧市街の広場は未だ石畳である。ありがとうございます。